申し訳ないんですわ。意外に遅れた理由はずっと模範してました。本当に申し訳ありません。今回から動画投稿を再開します。それでは本編へどうぞ。皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして。私はこのチャンネルのうぷ主です。今回からモンスターハンターアイスボーンの実況をします。俺はカブト主だ。ここでは実況だけではなく、モンスターの生態やゲームの仕様などを解説するぞ。そしてこのモンハン実況は友達とのマルチプレイ、新実況メンバーとして友達が参加します。さあ出てこい。こいつ集会場破壊する気か。ああごめんごめん、一旦ごめん。ムカつくなこいつ。というかそのネタ何年前のやつだよ。というわけで皆さんはじめまして。俺の名前はオガミと言います。主にモンハン実況に出るのでよろしく。ちなみに好きなモンスターはミラドラスとオルガです。てか思ったんだが、お前らはもう少しまともなプレイヤー名にできないのか。それじゃあ第1回目の実況は復活モンスタージノバルドンやります。アイスボーンはもう4年前ですよ、プロジさん。さて、ディノバルドのところへ行く前に、俺と青髪のモンハン歴や使用武器などについて語るか。じゃあまずは俺から。俺はライズ出身の新米ハンターだ。ウプ主にモンハンを勧められて始めたらめっちゃハマってな。その後にこのアイスボーンも勧められて始めたぜ。その時は PS5 を買った頃だったからちょうどいいと思ったしな。実際始めてみてどうだった？楽しい。語彙力失っててくさ。まあ楽しめているのなら勧めた甲斐があったというものよ。そしてメイン武器はランスだな。とにかく生存率が高いから愛用してるぜ。次は俺だな。俺の初モンハンはトライ G だな。小さい頃にゲーム売り場で見たのがトライ G で、親に買ってもらったのがモンハンとの出会いだな。ちなみにその時はモンハンの知識とか本当になくて、このゲームよくわかんないけど面白そう、ぐらいの感覚で決めてたよ。そしてメイン武器は体験と盾だね。理由はシンプルに使いやすいから。特に体験はトライ G 時代から愛用してるよ。さて、話は終わったからディノバルドのところまで。カットー。よし、いたいた。まずは方向の硬直を防ぐために不動の装備を着る。次にクラッチクローでモンスターの頭に張り付く。そこから傷つけ。体験はクラッチの攻撃1回だけで傷つけが可能なのだ。うわぁ、歯が頭に食い込んでてめっちゃ痛そう。お前の使用武器も大概だろ。思いっきり深くさしててくさ。壁ドンしたいけどこれ当たるか。関係ない、行け。はい、やったぜ。これからは俺のことを壁、最新ためちゃうんすこら。捕まえて近づいて梅原が決めた。一応解説するぞ。さっきウプ主たちが使っていたのはクラッチクロー。ぶっ飛ばしで壁にぶつけて大ダメージと大ダウンを取ったり、攻撃した部位の肉質を軟化させてダメージを大きくする傷つけが使えるぞ。次にウプ主が絶叫してたのは強化打ちといって、一部の武器種が使えるスリンダーの弾を発射するモーションだ。体験の場合はこれを使うことで最高火力の新タメ斬りに最速で派生できるんだ。そしてモンスター紹介。残留、ディノバルド。モンスターハンタークロスのメインモンスターを務めた準優秀のモンスターだ。こいつの特徴は全長の半分を占める歯のような尻尾。この尻尾は軽く振るだけでも周囲の草木を簡単に切れる上に、地面との摩擦で発生する熱を蓄積することで赤熱化。こうなると尻尾の攻撃が火属性を帯びるようになるぞ。まさに今がその状態だね。さて麻痺ったところで2度目の新ためチャンス。今回は技を出すのに少し遅れたから弱点の頭ではなく胴体を狙う。しかし事前に傷つけをしといたおかげでダメージが出しやすくなっているのだ。調子乗るからそうなるんだぞ。それよりやばい、これ大技来るぞ。回避間に合わないからガーッ。いや分かってたけどノックバックえぐいな。いやー貧弱なガードだねー。ガード性能5のランスならこの程度の技よりいいなんだけどなー。あ、体験のガードは貧弱すぎて罵声あっても意味ないか。今作のモンスターはガード強化貫通持ちが多いぞ。なんすぎない。あの後ディノバルドがエリア移動したのでカットしました。お、よく見ると尻尾が錆びついてるな。ディノバルドの尻尾は多用するとススなどが付着して茶色くなり、錆びついて切れ味が落ちてしまうんだ。そこで隙を見つけては尻尾に噛みつき、自身の牙で尻尾を研ぐんだ。そして尻尾を研いだ時に付着していたススなどを火炎脳という器官に飲み込む。火炎脳に蓄えられたススは高温で溶け、それを吐き出すことで火炎ブレスとして使われるぞ。また、その火炎ブレスはリオレウスなどが使うブレスとは違って、着弾したら即爆するのではなく、時間差で爆発するものになっている。まあ黒煙王リオレウスやヌシレウスは時間差ブレスを使うんだけどね。お、尻尾を研ぎ始めたぞ。実はこの尻尾を研いだ後の状態はチャンスでもある。頭を攻撃し続けると大ダウンを取ることができるんだ。特
に見どころがなかったからカットしてやった。お願いだからカットしないで。おいちょっと待て、方向直後に大技ぶっ放すな。間に合ってくれ緊急回避。マジで危なかったぞさっきのは。やられたらやり返さないとな。お、伸び状態になったな。成功したらダイダウンだぞ。なんでストーリーズの BGM 流してんだよ。そりゃあ俺とディノバルドは固い絆で結ばれてるからね。じゃあなんで今ナイフでめった刺しにしてるんだよ。DV かな。さあ絆技だぞディノバルド。おい剣が食い込んでる食い込んでる。クロスブレイダー。二度と絆語るな。さあ手ダウンしたから死んだめ。行くぞ。じゃあ送ってやるよ地獄に。死んねハハハハハ。旧優種骨格のモンスターはダウン中もかなり頭を動かすからな。そういう事故がかなり多いぞ。結局あの後あまりダメージを稼げずにエリア移動してしまった。うぶ主は敗北者。取り消せよ今の言葉。ディノバルドがダウンしたぞ。しかもこのダウンは特殊、通常のダウンより時間が長い。やかましすぎるだろこいつ。でも新試した本人は気持ちよさそうな顔してるぞ。殴りたいこの笑顔。さてディノバルドの体力はもう残り少ないだろう。最後の一押しに壁ドンだ。1、2、3、8ダウン。へっ、まだくたばらんか。だったらこの俺の新試で楽にしてやる。ダブルサンパワー。まああの後すぐに倒せたからよし。全然良くなさそう。怒ってない。さて今回は初の実況動画でしたがどうだったでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。